こんにちは。こんにちは。はい、いつも通りアルブル木工教室です。今日疲れた？いえ、そうでもない。働いてないんちゃう？今日は例えば、そのクランプで接着するときに、よく直角が出ないということがよくあります。その直角をクランプで出す方法っていうのを、ちょっとお届けしたいと思い、でここに箱がありますね。はい、はい、うん、え、何を、はい、その箱で、ちょっと説明してみたいと思います。はい、じゃあ、ビスとかで組むのもまあありなんですけど、接着剤だけでこう留めていきたいと。これ型胴付きということで、よくあの引き出しで使う補助組なんですけど、僕らの教室ではよくこういう形で引き出しを組んでいきます。これがこう合わさって接着面積が増えて、いくと、で接着だけでも持ちますよという、形で、よく行っているんですけど、じゃあちょっと辻野さん、これまずこっち方向にクランプしてみてください。はい、何も考えずに、はい、でよくこういう形で、接着を行います。で、まあ、もちろん反対側も接着してあげるんですけど、今はちょっとこれで様子を見てみましょう。じゃあ引き出しっていうのは本体の中に入った時にまっすぐ出てまっすぐ、入らないといけません。でその時に直角じゃないとおかしなことになってしまいます。でここで直角が出ているかどうかを見るんですけれども、今これ直角定規を当てて見てみます。出てますね。これ出てないで欲しかったんだけど、とりあえずじゃあ少し、まあ何も考えずにポンと、接着した場合、はい、じゃあこの状態でちょっと直角を見てみます。そうするとここ見えますかね、この隙間がこっちに空いてます。はい、でまあこういう時に、まあ、どういうふうに直すかなんですけど、例えばまあいろんなこの接着の時に直角ガイドみたいなのを使っていろいろやる方もいらっしゃると思うんですけど、クランプだけでそれを調整してやります。じゃあ、こういうふうに曲がったものを、直してやるには、まあ一番初めに、まあ、直角が出やすくするにはできるだけこの線と平行に止めてやるっていうのが一番ベストです。なんですけど、そうですね、今こういうふうに平行になったら出るんですけど、もしかしたら、何かの誤差で直角が出ない時もあります。じゃあそういう場合はどう直したらいいかっていうことをちょっと説明していきたいと思います。じゃあもう一回さっきの状態に戻してこれで締めてみましょうか。クランプが曲がっているとこれだけ平行四辺形になっちゃいますね。はい、今見るとすごい極端なのが分かると思います。まあここまでっていうことはないんですけど、じゃあ今この線に対してクランプが斜めになってます。じゃあこれを直したいっていう場合に、まあ例えば逆にクランプをよいしょ、斜めに逆方向にかけてやりましょうか。そうすると今度逆方向に平行四辺形になりました。これがまあクランプの理論ですね。こういう形で、この線に対してできるだけ平行にかけてやらないといけませんよという形になります。じゃあちょっとボードを使って説明していきます。はい、じゃあ、さっきのまあ形を書いてみましょうか。こういう箱がありましたよと。で、
でよく接着するときにここの部分をクランプで、まあ、旗金と考えましょうか。止めてやるんですけど、はい、これがまあできるだけ平行に止めたときですね。今度例えばじゃあ接着した段階で少し斜めになっちゃってますよと、これを直してやりたいという時にはどういうふうにクランプをかけたらいいか分かる？同じ向き。同じ向き。じゃあちょっと書いてもらおうか。はいはいはい、そうですね。まあそういう、風に、まあ、同じ向きですねにかけてやると、まあ基本はその同じ向きという考え方で大丈夫です。で、まあ、どういうことかというと、まあこの状態で、この形なら同じ向きでこの曲がっている角度よりも若干こっち側にかけてやったら、いいですよという考え方になります。だから同じ向きは同じ向きでいいんですけど、同じ向きでちょっとかけても直らないっていう時はここの角度をきつくしてやる、はい、っていうのが、一つの、コツになります。まあ、どういうことかというと、クランプっていうのはまあこういう構造で、まあ、旗金だったらこうしましょうか。ここをまあ締めていったら、なんというんでしょう、ギュッとどん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 縮まってくれます。で、まあ、じゃあこれが上の板だとして、下の板だとして、クランプを斜めにかけてやることによって、じゃあここが支点としましょうか。このクランプを支えているところがここです。で、縮まるっていうことは、例えばこの距離 と、この距離だったらどっちが長いか分かる？斜めですかね。斜め、こっち。そうです。はい、そうです。こっちの方が長いわけですよね。で、クランプが縮まろうとするということは、どん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 、こっち側に力を加えていってくれます。こっちの方がこの線よりもこっちの方が短いので。締めていったらここの力を維持できなくなって、こういうふうにこっち側に戻ってくれようとします。そうするとこの箱で言ったら斜めだったこの壁がどん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 グググググッと出てくると。ただあまりにもこっち側に行き過ぎると今度は潰す方向にまたなってしまうので、それはちょっとさじ加減が必要なんですけど、一般的にはこの平行なラインから比べて若干少しきつめに入れてやって調節してやるといいというような形になります。だから、それで直角を見てもらって、きちんとした、箱状、四隅が90度になるように作ってやるっていうのが大事になってくるわけですね。はい、はい、ということで、クランプでその角度を調整して90度を出すという方法をちょっと説明させてもらいました。で、今のは簡単なもう口の字型の箱だったんですけど、実際の家具では、なんて言うんでしょう、例えば、漢字の言う目の形だったり、円の形の家具だったり、いろんなものの接着っていうのがあります。で、こっちを今度斜めにしすぎたら今度こっちが少しおかしくなったということで、そのバランスがすごい難しいわけですね。なんで、一般的にはやっぱり接着っていうのはすごい、技術がいるというか、難しい作業です。なんですけど、基本さっきのような、角度の直し方っていうのを、覚えておいたら、いざ、その接着するだけの時でもビスで留める時でも、やりやすくなるというような形で、一つ覚えておいてもらえれば、今後の作業が、まあ、より精度の高いものができるかなと
ご紹介させていただきました。はい、ということで、クランプで、90度を出す角度の調整の仕方というのを今日は、お届けしました。はい、じゃあ最後までありがとうございました。